柴又でトラさんと GoTo トラベル、イエーイ。柴又でトラさんと GoTo トラベル、イエーイ。柴又帝釈天に着きました。到着しました。どうでしょうか。今日は天気が味方してくれてますね。なんかやっぱ例のセリフを言ってもらいたいんですか、はい、ありますか。そうですね、セリフ、はい、驚き桃抜き三者抜き、ぶにきりたぬきにちくわ抜き、結構毛だらけ、猫灰だらけ、お尻の周りはクソだらけ。いただきました。柴又帝釈天の前でクソだらけって言ったんですよ。大丈夫でしょうか。失礼しました。これがセリフですよね。だけどね、はい、そうなんですね、セリフだから、はい、うん、そうですね。これが映画の感じでね、はい、じゃあそれでは行ってみましょうかね。トラさん、あれなんですけど、なんか、はい、鳥さんがネタがあるって言ってるんですよ、うん、入った瞬間に。ネタ帳の何ページ目ですか。違う、これ結構知ってる人は知ってる有名なんですけど、ああ、この帝釈天 のこの中にですね、ハートのマークがあるんですよ。どこにあるんですか、ハートは。これはね、僕知らないですか。南門にある、うん、知ってる詳しいじゃないですか。そのハートのマークの中 にラブレターとか通すと恋愛が成就する、で結構みんなさん、ネックレスだの、うん、ね、指輪だの、うん、彼女に渡すやつを通してみたいな。だけどあれですよね、トラさん、知らないから、本当は男は辛いから、はい、そういうの知らないですね。知らなかったから、これが本当の男は辛いよですね。だから常に辛めっぱなし。こういうやつ、まあ、あそこにもね、ああいう風な感じで。あ、そうなんですね。ああいう感じで結構これいろいろあるってことですか、彫刻の中にね。南門、はい、南門にあるんです。探し始めたんで、信じるか信じないかあなた次第です。南ってどこですか。南門旅に来てるみたいな。トラさんかっこいいですね。久しぶりの柴又だからね。はい、すごいですね。水おかんっすね。なんか水がすごいんですね。これね、すごい、というわけでこちらでね、お参りの方、木が落ちていくということで、ちょっと行ってみたいと思います。あ、東京都の天然記念物、はい、すごいですね。水流の松ってことですね、はい、すごいですね。天然記念物なんで触っていいんですかね、これね。はい、でも分かりません。はいはいはい。ご神木みたいな。すごいですね。本当盆栽みたいね、なんか。盆栽みたいだなって。コメントがちょっと。やっぱドラゴンマスターとしては龍がつくから、ね、素晴らしいですよね。龍、うん、のエネルギーが半端ない。ね、すごいすごい。ギャラリーに来て
どうですか、トロさん。初めてですか、ここは。ここは初めて。あまりこういうとこは来ないからね。ちょっと聖域というかね、聖なる土地ですからね。うん、初体験を一緒に、ね、体験できるので、ね、いいですね、うん、GoTo トラベルですから、ね、そうそう、正しですね、正しい、そうですね、そうです、普段トロさんは何を履くの？セッタですね、やっぱそうですね、うん、そうですね、夏でも冬でもセッタ、セッタですね、セッタ、そうですね、ギャラリーすごいですね、すごいですね、トロさんの時代より古い感じがしますけどね、これ作りがね、全然違いますね、トロさん関係なくなった、だんだんこう、木の匂いとかもかなり古いですね、古いですね、古い古い、知らなかった、トロさんも存じ上げて、トロさんもびっくり、ちょっともうちょいこっち来てもらって、トロさんは入んない、あ、そうですね、はい、というわけでこちらギャラリーの方ですが、トロさんも知らないギャラリーという感じでね、人気いいですね、うん、すごい店員がいい感じですね、ありますね、はい、あ、でもね、こちらみたいなのね、今、閉めてるのいいね、お前もいっぱいに入ったことある、お酒じゃなくてお酒じゃなくて、じゃ飲んだの、トラさん面白いですね。なんかあの、それこそ GoTo トラベルで京都とかもずっと行ってきたんですけど、最近こういうのに触れることが多いですね。歴史的な建造物、ね、いいですね、それに向かこういうね、うん、結構すごいですね、なんかこういうの見て真ん中に座りたくなっちゃう、あ、わかる、この上でもいいですからね、違う、違うアナウンスになっちゃう、違うアナウンスになっちゃう、え、でもシャンデリアこれだって1枚から掘り出してるんですよ、すごいシャンデリア、何気にこの上のこの全部これこういうのがすごいです、すごい、簡単に飾っちゃう、簡単に飾ってるトリさんの簡単に飾ってるって言われるよ、よくわからない、あれ小谷さんちょっと一歩前に出てきてもらって、はい、トラさんちょっと前に出てきて、この二人でデートはどうですか、似合うよ、ちょっと下がりは、おっと、いや、いいね、今回の YouTube ネタが多いですね。ちょっと、マッチしてなかったかもしれません、ね、今日のマドンナです、次行ってみよう、コートトラブル、コートトラブル、え、頭行ったらあれゴートゥーヘブンですね、ヘブン、トリさんがそこに頭を打ちそうになってたから、ちょっとあれですかね、飽きついてきてこのね、いいね、緑の感じが、あの、いいですね、モミジが、お着物と似合って、あれトロさんが一番下に、ちょっと寝ちゃう前にしましょうかね、どうぞどうぞ、こういうとこでは後ろに行っちゃうタイプです、結構シャイなんでね、いや、そうですね、男は辛いよってところまずはね、芝本はね、こういうとこはあったんですね、探検ツアーというかね、秋だね、静かだし、はい、そんなわけで、プロデュースナウですか、柴又こんなね、どこにね、近代的な場所があるというわけで、今から池の方にナウです、これを私も声がしたい、ここで作ってあそこでいただけます、ちょっと泥臭いね、ちょっと泥臭い、輝く庭園ですね、あ、カメがカメがいますね、すごいですね、こんなでかいカメがいるんですね、外来種ですね、あ、そうなんですね、ちょっと昔縁日で売ってた、
金色に輝いてるんですよ、はい、それはちょっと離れたところで落ちる。今気づいた。あ、本当だ。作り大事。大事ですか。ねえ、なんかやっぱり緑に包まれた。うわ、すごいですね、これトラさん、すごいですよ、これほんと、うわ輝いてますね。あ、そうやってね、行っちゃっていい感じですね。あうまい飲めるんですね。はい、食べました。あれだけど、奥に純米酒があるんですよ。割って飲むって、あれ言ってんか。まあ、とりあえず水どうぞどうぞ。延命水というコロナウイルス感染防止のため飲まない、手洗いか。再生数が上がりますように。何でしょうか。はい、そんな感じで、こちらね、素晴らしい水があるというわけで、水の力をスピリットでもらってきますので、よろしくお願いします。スピリット祭り。またやりますけどね。じゃあ次行ってみよう。